シェアタクシーの実証実験は名古屋グランパスと民間事業者がファンに快適な移動手段を提供するとともに渋滞削減などの問題解決を目指すとしています。名古屋駅または名鉄豊田市駅から豊田スタジアムまで利用希望者同士がタクシーをシェアすることができ、試合開始の5時間前までスマートフォンやパソコンで予約ができて、復路は試合前半終了までの予約が可能です。便利ですね、スマホですっと予約できるところですね。来る途中の電車の中で予約してそれっきりです。豊田市駅からの利用は1人当たり片道500円で、実証実験は豊田スタジアムで開催されるグランパス戦で6月まで続きます。